おい、手だね。さすがですよ。いや、大したもんだ。まさかここにね、打ってくるとは思わなかった。あだね。腕上げましたよ、そうでしょ。これはね、私もね、大変に自信のある一手を打てたんでね、よろしいなと思ってね。あた、じゃあ打ちなさい。そうね、いいと。たまにね、ここに来たらもうこっち死んじゃう。見事な手だ。あなたとゴーね、こう毎日のように打ってますよ、打ってますけれども、これだけのいい手が出てくるようになったってな、あなた大したもんだよ。腕上げましたね。嬉しいでしょ。何だから褒めたでしょ。じゃあこれ持ち上げていただいてどういうことです。まあだから早い話が待った、いや、あなた言ったでしょ、待ったなしでやりましょうよと。そう言ったはずだ。あなたからおっしゃった。だからこの一番は待ったなしでやりましょう。私もいい手が打てたですからね、このまんま進めましょう。はい、打ちなさい。いや、だから褒めたでしょ、嬉しかったでしょ。すごいよ、あなた腕上げた、大したもんだ、素晴らしい。はい、持ち上げて。いや、だから褒められて嬉しいとかそういう話じゃない。この一番は待ったなしで打とうと決めたはずだ。あなたも往生際が悪い、もう先は見えている。だからね、とにかくこれ持ち上げていただいて、なんてなことは言っちゃダメだ。おしまいまで打ちましょう。どうしても上がんない。ここまでね、お互いいい形だったのよね。ここに打たれたことによってもう私の負けはほぼ見えました。でもここに打つと分かってれば、私はその前の手は違う手になって、分かります。そう、当たり前でしょだからあなたがそこに打ったから、私はこのいい手を打てたから、このまま進め。だからそれがね、あなた5を分かってないね。何も我々はこれで飯食おうってわけじゃないでしょ。いいじゃない、褒めたんだからあげてよ、まだ続けたいの、あげなさいよ。断ります。あなた強情な人で、私は強情ですよ。強情の国から強情を広めに来ました。それが何か、どうしても上がんね、上がんないのね。ここは私の地、この5番も私だ。こんなことやってるから喧嘩なんだね。やめた。あた崩すことはない。わがままな人だ。わがままです。わがままの国からわがままを広めに来ました。それが何か。